今年の米の作柄外況が今日発表され、県全体ではやや不良となりました。最上と庄内では7月の記録的大雨の影響で不良となっています。東北農政局によりますと、先月25日時点での米の柵橋指数は平均を100とすると県全体で97となり、やや不良となりました。 地域別に見ると、と村山がが101、沖玉が100でで平年並み、省内ともがみは94で不良となりました。東北農政局では庄内と最上の不良について庄内では5月の低温や7月の日照不足でもみの数が少なくなるなど生育不順になった上、7月の大雨で田んぼが冠水したり土砂の流入があったりしたことが要因とみられるとしました。 最上では生育は順調だったものの7月の大雨で大きな影響が出たということですまた県全体の10アルあたりの予想収量は去年より6キロ少ない583キロとなりました作業指数予想収量ともに過去10年で2番目に低くなっています東北農政局では稲の刈り遅れがないよう 早めに収穫することなどを呼びかけています。